こんにちは、僕らのスイッチ赤色担当高梨泉です。今日は PIF2022 2日目、僕らのスイッチ本気で盛り上げるので、皆さんもたくさん本気で盛り上がっていきましょう。それではリズムに乗せて手拍子お願いします。走り続け
差し上げてください。今日は PIF2022 2日目です。今日は最終日、僕らのスイッチと共にたくさんいい思い出を作っていきましょう。お前ら全員上がれ。
けの日々でも何一つ無駄じゃないよ、君にも見えるはずさ。ユニバース貫通力と同意の兵器と狂気、スタートステージ上がってるバッテリーだけど、また順番を勝手に書き上げた髪を束ねてきるんだ。夜を越える、ただそのためだけさ、足は進むんだ。つまずいて転んで、来ちゃったの？来てくれた。来ちゃったの？ごめんね、これ亀返すね。勝手にもぎ取っちゃった。アナさん乗ってましたよ、亀。ごめん、ごめん。飼ってんの？ペット？ペット。ペットだね。ペットらしい。チータン可愛い。まだ一緒に MC してくれるの？来てくれます。はい。イエーイ。じゃあこっち来てもらって。あ、真ん中来てもらって桑太郎さんにお越しの皆さん、こんにちは。私たちが僕らのスイッチです。はい、自己紹介していきます。緑色担当天野由紀です。黄色担当河合花です。水色担当水瀬もくもです。赤色担当高梨泉です。チータンは、そして友情出演は、友情出演のチータンです。かわいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、チータン来てくれた。ありがとう、ね、昨日チータン、私あの一緒にね出演はしてないんですけど、あのクワトロさんで写真撮ったんだけど、覚えてる？中の人違う、もしかして中の人違う、中の人違う違う違う、中の人違うから、覚えてないんだって。中の人違うかもしれない。保護者さんはね、覚えててくれてた。本当、うん、明日のちーたんはさ、僕らのスイッチのこと知らないかもしれない。え、ね、明日、あ、知ってる、知ってる、記憶力続くのかな。次のちーたんに引き継いで。頭いいの？頭いいやって。頭いいや、勉強できるやちーたん可愛い、初めて見ました。可愛い、有名人、ね、有名人、有名人だよ。僕ものお母さんがちーたん大好きだから。だってだってさ、 YouTube 見せてくるからねチータンのお金になってるよ。チータン、ね、チータンの大人の世界のこと知らない、知らないからチータン、ごめんなさいね、本当にありがとう。チータン来てくれて、ありがとう。かわいい。もう今日はおねんねんしな。ね、うん、お疲れ様でした。ありがとう。あ、暑かい、ひどい。ここで一緒にみんなで寝よ、みんなで寝よ。死ぬ、動かない、重いチータン退場。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 ありがとうございました。はい、バイバイ。バイ。これチータン叩くの忘れてるよ。これさ、大事なの。SE の時にバシバシ。ね、うるさかった、めっちゃ怖かった。怖い。バイバイ。またね。ありがとう、チータン。ありがとう。バイバイ。ありがとう。怖い。怖い。嬉しい、牧水。ね。あんま来てくれない人なんじゃないの？あんま来てない人ね。それはそれはそう。それはそう。あんま来てくれない人なんじゃないの？嬉しいね。嬉しい。よかった。可愛い。歴史的瞬間になりましたね。ね。ちーたん、SE の時みんなであのバシバシ言ってる、殺されるかもしれんとか、めっちゃ怖い、あのあれでしばかれるかもしれんとかね、うん、言ってた。よかった、仲良く、仲良く終わって嬉しい。ちーたんが、ちーたんがフロア温めてくれたということで、ありがとうございます。後半戦に行きたいと思います。それでは聞いてください、おいでます極楽。はい、せーの、
でしょ。極楽浄土の世界、あなた私皆さんで楽しいことしましょう。踏み出れば見せられてく、きっともう戻れない。キラキラと舞い散る答え、またどっかでいつかで会いたいのです。ずっとこのまま
気づいて叱ってね。生きることは得意ではないから、君に引っついて逃走したい。そのうちで叫ぶ声にちゃんと答えたいよ。不確かに揺れる本心が僕の中をぐるぐるしてんだって。心配ないさ、そうやってまた自分に迷惑かけてんだ。僕らのスイッチはこれで最後の曲だし、 IF 先生全力で盛り上がっていきましょう。パンパン、うん、つな今日も生きたって、本日の締めもまた説教です。こんなはずじゃなかった、もういいや、こんな春はなかったような気がする。君が言うには楽になる方法を、イマジネーションを枯らすなよ。大丈夫だぜ、根拠もない、無責任ロックが僕を救うから、また会う本日にしようか。次はそりゃもう徹底改善、散々でもドロドロでも生き抜いた証を見せてくれよ。など膝をついてすりむいた傷を忘れるんじゃねえぞ。暇なんてないのさ、この苦労を忘れるんじゃねえぞ。
ありがとうございます。ありがとうございます。僕らのスイッチライブこれで終了となるんですが、最後に告知をさせてください。福岡のビートステーションさんで2月13日に1周年ワンマンライブを開催させていただくことになりました。2月13日デビューにちなんで213人の同意を目標としているので、広島の方、全国の方いると思うんですけど、福岡の方に足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして12月31日大晦日に福岡ドラムロゴスさんにて博多紅白歌合戦というイベントに出演させていただくことが決定いたしました。イエーイ、大晦日ぜひ、僕らのスイッチ大晦日なんですけど、ぜひぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして僕らのスイッチは今日で広島遠征が最後だったんですけど、また1月4日にも広島来るので、皆さんよかったら予定開けてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、僕らのスイッチ、ご新規の方はチェキ1枚無料なので、初めてだよっていう方は結構見るので、絶対僕らのスイッチの特典会に遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは以上、私たちが僕らのスイッチでした。ありがとうございました。ありがとうございました。